藤田巨人6度目の開幕はいつになくいい状態で迎えた。3年連続20勝を狙う斉藤、また一回り成長した桑田、そして復活を遂げた牧原と、開幕投手はこの3人がハイレベルの争いを繰り広げた。そしてしかし、そんな嬉しい悩みとは裏腹に苦悩もあった。中日の開幕投手が読めない、左の今中か、それとも山本か、右の小松が来るのか、西本の線も捨てられない。そこで藤田監督は苦肉の策として2人の偵察要員を起用した。巨人としては球団史上初めてのことである。そして発表された中日の開幕投手は小松。試合前からすでに両監督のしのぎ合いは火花を散らしていた。さあ、牧原が初めての開幕投手のマウンドに向かいます。さあ、マウンド上は牧原、バッターは立浪、初球打って一、二塁間抜けました、ライト前ヒット。この開幕戦第一打席、そして初球、立浪が捉えました、ライト前ヒット、ノーアウトランナー一塁。バッター2番の二村が入っていますが、カウント 1-3、 牧原カウントを悪くしています。あ、ここで送りバント、これは完全にボールを殺しています。一塁に送って一塁はアウト。この間にランナーはセカンドへ。ワンアウトランナー二塁、チャンスをつかみました中日ドラゴンズ。さあ、1回から牧原ピンチを招いています。バッターは落合、カウントは2エンド2、これから投球数は5球目です。牧原第5球を投げた、打った、センターの右に持っていった、センターの右、ワンバウンド落ちそうだ、ヒット。三塁からゆっくりと立浪がホームイン、先制点は中日。そして主砲落合のバットからタイムリーが生まれました、1対0、中日ドラゴンズが先制。その時、牧原の脳裏をよぎったのは、去年の日本シリーズ第1戦、初回、西武デストラーデにいきなり打たれたスリーランホーマーの屈辱だった。いきなり牧原が1点を取られました。1点をもらった小松辰雄が今ゆっくりとマウンドに向かいます。この小松辰雄が一体どんなピッチングを立ち上がり見せるでしょうか。偵察メンバー水野に代わって入りました、トップバッターの篠塚。ツースリーから7球目、粘っています篠塚。これは抑えすぎ、ボールフォアボール。先頭バッターの篠塚が一塁へ出ます。ジャイアンツも先頭バッターが出ました。1回の裏、1点を追うジャイアンツでありますが、三塁近藤コーチから何やらサインが出ていましたけれども、どうでしょう。ノーエンドワンから2球目、早くもバントの構え。これはうまいバント、河合がお得意のバントを決めました。篠塚がセカンドへ行ってワンアウトランナー二塁です。さあ、そしてブラッドリー、原、岡崎というクリーンナップを迎えるところでありますが、さあ、来日初打席、このブラッドリーがどんなバッティングを見せるか。ツーストライクツーボール、投球数は6球目。マウンド上の小松、セットポジションに入っています。第6球、ライト打った、ライトに持っていった、ライトに持っていった、さあ、あるいはホームランか、どうだ、入った、ホームラン、いきなりホームラン。ブラッドリーの来日第1打席のホームランであります。ライトスタンドにライナーで突き刺さりました。今シーズンもちろん第1号、2対1。1点を追うドラゴンズの攻撃、3回は立浪から。先ほどは綺麗なライト前ヒットを放っておりますが、2エンド1から4球目でピッチャーゴロ、頭の上を越えていった、セカンドが回り込んだが、これは投げられません。俊足立浪、また先頭バッターで塁に出ました。さあ、2番二村のバントでランナーはセカンドへ。バッター3番のライアルです。
ワンスリー、投球数5球目、第5球ライター打った、一、二塁間どうだ、セカンド止めたがボールがこぼれた、ランナーは三塁ストップ、立浪は三塁ストップ、ワンアウトランナー一塁三塁。さあそして先ほどタイムリーを放った落合を迎えます。打った、センターへ、センターへ、さあこれは完全に犠牲フライになる。さあ今三塁ランナー立浪スタート、ボールは今ゆっくりと内野に返っただけ、同点、2対2の同点。3回の裏、ジャイアンツもこの回は先頭バッター1番の篠塚からです。ワインドワンからの3球目、小松打って、これはセンター前綺麗に抜けてきました、クリーヒット。さあ河合の送りバントとブラッドリーのフォアボールでワンアウト1塁2塁、バッターは原。ワナスイから2球目打った、ライトへ、ライトへ、ライトへ、どうか、どうか、抜けた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 、セカンドランナー3塁を回ってもちろんホームへ向かいます。そしてブラッドリーもどうやら3塁を回る、打った原は三塁へ、2点入った、4対2、ジャイアンツ勝ち越し、原のスリーベース、4番原のスリーベースヒット。あっとここで星野監督が出てきました、ピッチャー交代、ピッチャーは山田にスイッチ、先発の小松、3回途中ノックアウトです。さあなおもワンアウトランナー三塁、バッター岡崎打った、なおセンターの右抜けそうだ、どうか、追いついた、これはナイスプレー、しかし三塁からゆっくりとタッチアップした原がホームイン、この回3点、試合はジャイアンツムード。この5回も先頭バッターは1番の篠塚から、非常に巡りのいいジャイアンツの攻撃であります。マウンド上は3番手の鹿島、篠塚のボールカウントはノーストライクワンボール、2球目追ってセンターの右へ、大きいぞ、センターの右大きい、追ったがどうやら超えた、ワンバウンドでフェンスに当たって跳ね返っている、打った篠塚は一塁蹴って悠々二塁へ、ノーアウトランナー二塁、篠塚ツーベースヒット。さあこの勝ち越しのチャンス、河合が送りますが、おっとボールが引きすぎたか、三塁に送ってタッチしてアウト。第1打席第2打席とともに送りバントを成功してきた河合、3回目のこの回は送りバント失敗、ワンアウトランナー一塁、点を仰いだ河合であります。バッターは3番のブラッドリー。鹿島大2球を投げてサードゴロ、これはゲッツーコース、セカンドに送ってフォースアウト、一塁に送って一塁もアウト、最悪。この回ノーアウトランナー二塁のチャンスをつかんだジャイアンツ、結局3人で攻撃を終わりました。3点を追うドラゴンズの攻撃です。この回はピッチャーの鹿島からですが、ピンチヒッターもちろん出します、バッターは彦野。ノーエンドランから第2球打った、レフトの左に大きい当たり、さあぐんぐん伸びてボールはフェンスに直接当たった、打った彦野は一塁蹴って二塁に向かう、さあ二塁どうか、滑り込んでセーフ、ノーアウトランナー二塁、ノーアウトランナー二塁。さあ反撃開始、中日ドラゴンズ、立浪倒れてワンアウト、バッター二村、前通から5球目を打ちました。さあボテボテの当たり、セカンドが取って一塁に送って一塁はアウト、しかしその間にランナーは三塁に進んでいます。ツーアウトながらランナー三塁、あっとここで藤田監督が出ました。ピッチャー牧原に代わりまして宮本、ああここでピッチャー交代、牧原に代えてピッチャーは宮本です。3点差、ツーアウト三塁の場面、バッターはライアル、ツーエンド2から宮本、第5球を投げました、ストレート見逃し三振、145キロストレート、ライアルバットが出ませんでした。この回中日ドラゴンズ無得点。3点を追う8回のドラゴンズの攻撃は落合から、ワンスリーからうんとこれは見ました、落合フォアボール。さあ先頭バッター落合が出ました。バッターは大砲に変えてピンチヒッター山口、ワンエンド2からの4球目、山口が待ちます。さあ打ってこれはセンター前、どうやら落ちそうだ、ワンバウンドヒット、ノーアウトランナー一塁二塁。さあ7回に続いてこの8回もチャンス到来、ドラゴンズ宮
宮本を打たれました。ノーアウト一塁二塁。ここで藤田監督が出ます。開幕ゲームから小刻みな投手リレー、牧原から宮本、そして宮本からこの8回広田を使います。ジャイアンツ藤田監督。さあピンチヒッター長嶋に帰って、ここは山崎、カウントはノースリー。ちょっと広田ボールが入りませんが、あっとこれも高めに浮きました。ストレートのフォアボール、どうしたことが広田。ノーアウトフルベース、ノーアウトフルベース。さあこれは大きなピンチを迎えましたジャイアンツ。ご覧のようにブルーのヘルメットが塁を埋めています。そして迎えるバッターは7番に入っている怖い怖い宇野。ワンエンド2から4球目引っ張った、これは詰まった、ショートゴロだ。セカンドに送ってフォースアウト、一塁に送って一塁のアウト、ダブルプレー。中日にとっては最悪、三塁から落合がホームインして1点は返しましたが、ダブルプレー、ツーアウト。ツーアウトランナー三塁となりまして、ここで星野監督が再び出ました。とっておきのピンチヒッター川又を送ります。カウントはノースリー、カウントを悪くしています広田。これは入った、ワンストライクスリーボール。しかし依然不利なカウントは続きます広田。さあツーアウト三塁、バッター川又第5球打った、ライトへ持っていった、大きいぞ大きいぞ、あるいは同点ホームランか、ライトスタンドに飛び込んだ、同点同点同点ホームラン。川又今シーズン第1打席見事なホームランをライトスタンド、これが同点ホームランになりました。5対5 8回に追いついた中日。ジャイアンツにとっては悪夢の川又の同点ツーランでありました。マウンド上は7回から上がっている森田。さあ同点に追いつかれたジャイアンツ、8回の攻撃は4番の原からです。ツーエンドワンと追い込まれた原、あっと中途半端なバッティング、これはファーストゴロ、一塁ベースカーは森田が、あっと森田が弾いた、森田弾きました、ランナーはセカンドへ、記録はピッチャー森田のエラー、ノーアウトランナー二塁。思わぬところでピンチを広げました中日。続く岡崎がフォアボール、ノーアウトランナー一塁二塁です。バッターは尾形、早くもバントの構えをしています。左バッターボックス、さあバントをした、これはいいバントになった、キャッチャー取って一塁に送ります。ランナーはそれぞれ進塁、ワンアウトランナー二塁三塁、絶好のジャイアンツ勝ち越しのチャンスであります。バッターは駒田ですが、どうやら敬遠です。駒田敬遠、ワンアウト満塁、塁を埋めました。8番の中尾と勝負、さあ代打は出るんでしょうか、どうなのか。どうやらそのまま中尾がバッターボックスに入ります。さあワンアウト満塁、バッター中尾、ワンストライクノーボールから第2球投げました、スライダー打った、ピッチャーゴロピッチャーゴロ、バックホームしてフォースアウト、一塁に送って一塁もアウト、ダブルプレー。8回の裏ジャイアンツ得点なし、ワンアウト満塁というチャンス、この絶好のチャンスを得点に結びつけることができませんでしたジャイアンツ。5対5の同点のまま9回の攻防に移ります。マウンド上はなんとこの回から木田、牧原、宮本、広田、木田とつなぎますジャイアンツ。この回は先頭立浪から始まりますが、木田ツースリーから結局粘られてフォアボール、先頭バッター立浪がフォアボールを選びました。2番の二村は今日2つの送りバントを決めていますが、ここもバントの構え、バントしました、これもうまいバント、木田が取って一塁に送ります、一塁はアウト、しかしランナー立浪はセカンドへ、ワンアウトランナー二塁。さあ9回の表スコアリングポジションにランナーを進めた中日ドラゴンズであります。3番にはピッチャーの森田が入っていますが、もちろんピンチヒッター種田、2球目を打ってライトへ持っていった、ライトへ持っていったワンバウンドヒット、セカンドランナー三塁を蹴るが止まった止まった、立浪止まりました、ワンアウトランナー一塁三塁、ワンアウトランナー一塁三塁、4番の落合です。次は4番の落合、無理はしません、一塁三塁で落合を迎えます。さあ木田がいきなりピンチを迎えた、
星野監督が何やら落合に、言葉をかけています。さあ木田は正念場、ワンアウト一塁三塁でバッター4番の落合、今日2打点を挙げています。2エンド2から投球数5球目、第5球を投げた、打った、ボテボテのショートゴロ、ショート取ってバックホームする、タッチしてどうだ、セーフ、ホームイン、ホームイン、立浪の手が一瞬早くホームベースを駆け抜けました。ショート河合のフィルダーズチョイス、勝ち越し点は中日ドラゴンズです。万全を期して送った木田が1点を取られました。渋い表情の藤田監督、バッターは山口であります。あーっとデッドボール、ちょっとこれは動揺を隠せないか、木田、山口にデッドボールを与えてしまいました。ワンアウト再び満塁、ワンアウト再び満塁であります。バッター山崎が粘っています。ツースリーからファール3つ、これから9球目、第9球を投げました、ストレート空振り三振、最後の力を振り絞った木田、145キロのストレート、バッター宇野、ツエンド2から第5球空振り三振、山崎宇野と連続三振に切って取りました。しかしこの回貴重な1点が入った中日、1点を失った木田です。ついにリードを許しましたジャイアンツ、1点を追う9回の裏の攻撃です。ピッチャーはこの回から今中をつぎ込みました中日ドラゴンズ、バッターは村田、初球三遊間を抜けていったレフト前ヒット、村田初球打ちレフト前ヒット、先頭バッターが塁に出ます。まだわからない、試合はまだわかりません。さあそして1番の篠塚にバッターボックス回ってきますが、サウスポーキラーピンチヒッターの西岡、星野カウントがマウンド、今中を激励します。この輪が解けた、ピンチランナーは上田、さあ西岡は2エンド1と追い込まれていますが3バントの構え、バントした、さあどうか、このバントはどうやら決まった、3塁が取って1塁に送ります、1塁はアウト、ワンアウトランナー2塁、ワンアウトランナー2塁です。バッターは河合、同点のランナーがスコアリングポジション、バッター河合2エンド1と追い込まれたが打ってどうだ、レフト前ヒット、レフト前ヒット、三塁ストップ、セカンドランナーは三塁ストップ、ワンアウトランナー一塁三塁、ジャイアンツも粘ります、ジャイアンツも粘る、ワンアウト一塁三塁、さあここでピッチャーが交代、今中に変えてピッチャーは誰か、ピッチャーは角です。なんと今年は先発に使うと言っていたこの角、角源氏をリリーフとして9回のマウンドに送ります。さあバッターホームランを放っているブラッドリー、ちょっとボールが安定しません、角1球のストライクが入らない、ストレートのフォアボールであります、ストレートのフォアボールでワンアウト満塁、ここで迎えるバッターは4番の原、さあ中日ベンチも小松、山田、鹿島、森田、そして今中に角源氏まで使いましたが、その角もフォアボールを出してご覧のようにワンアウト満塁、そしてバッター原という絶体絶命のピンチ、ワイエンド2から4球目、第4球体当たり、セカンドライナー、セカンドライナー、2アウト、この表情原、あと1メートル、いや50センチ右だったらライト前に抜けていた当たりでありました。しかしまだ2アウト、まだ2アウト、次には岡崎がいます、5番の岡崎がいます、まだ安心してはいけないドラゴンズ、まだ諦めることはないジャイアンツ、さあ今日1本ヒットを打っている岡崎がバッターボックスに入ります。さあ落合も激励、ポーンと頭を叩きました、ノーストライクワンボール、投球数が2球目、角源氏セットポジションに入った、第2球を投げました、打った、打ち上げた、内野フライ、内野フライ、ショート立浪が手を挙げている、手を挙げている、落下点掴んだ、試合終了、今この熱戦にピリオドが打たれました、大変な試合、ものすごい開幕戦になりました。この総力戦を、この死闘を最後に制したのは中日ドラゴンズ。6対5、中日ドラゴンズの逆転勝ちです。